本日のメインイベント第2代フェザー級キングオブパンクラス決定戦3ラウンドを行います。青コーナー話術研修会東京本部170センチ 64.9 キロパンクラス戦績4戦3勝1敗フェザー級3位滝田ジェー太郎。赤コーナーブラジルノバウニオン172センチ 65.7 キロパンクラス戦績2戦2勝フェザー級1位マルロン・サンドロ。レフリー広戸、サブレフリー和田。さあ、いよいよメインイベントを迎えました。第2代フェザー級キングオブパンクラス決定戦5分3ラウンドの一戦です。判定は引き分けのないマストシステムが採用されます。赤コーナーは現在のフェザー級ランキング1位マルロン・サンドロ、そして青コーナーはフェザー級ランキング3位です滝田ジェー太郎。前田義郎のバンタム級転向によりまして空位になっていますフェザー級王座。さあ、新しいチャンピオンが今夜決定いたします。今ゴンが鳴りました。さあ、黒のスパッツを身につけています滝田ジェー太郎、軽快なフットワーク、そして赤のスパッツがマルロン・サンドロです。近藤さん、このマルロン・サンドロというのはですね、非常に長いリーチを持っていてテイクダウン能力もある恐ろしい選手ですよね。そうですね、本当に恐ろしいですね。やっぱり下田選手とやった試合なんかは本当脅威を感じましたね。あの試合をきっかけに志田美希は引退へと追い込まれたわけですからね。そうですね、さあ、またパンチを出してきました。左右のフック強烈です、マルロン・サンドロ。一方、黒のスパッツは滝田ジェー太郎。河村さん、はい、この滝田のスパッツですが、はい、珍しい形をしてますね。そうですね、これもう逆ラインはジェイになるんですかね。あ、なるほど。いや、わかんないです。そういった意味が隠されているんでしょうか。左の方が、ロングになっていて、そして右の方がハーフになっています。これは寝技の、中では有効なのでこのような形になっているんでしょうか。うわ、いきなり蹴りを磨ってきました。サンドロ組みついてきます。以前サンドロ選手はですね、DJ 待機でやった時に、最初はすごい殴ってたんですけど途中でテイクダウンに切り替えたんですよね、それもなんか途中で腕が折れたんですよね。あ、そうなんですか。そういうところもやっぱすごい冷静で、冷静なのにこの強打を持っているという恐ろしい選手ですよね、それに対してジェイ太郎選手はどこまでできるのかなという、トリッキーにできるのかなというのは楽しみです。つまり体格的な武器とそして冷静な判断力、ね、両方を持ち合わせているということですね、コーナーに押し込んでいます。膝を使っていく滝田、ここはテイクダウン成功します。すぐに起き上がろうとします滝田。川村さん、これは滝田起き上がった方がいいんですかね。そうですね、やっぱり寝てると、上から攻撃きますからね、でもサンドロ選手はブラジル人なのにこう冷静なタイプというのは珍しいですよね。なるほど。僕も多くブラジル人と戦ってるんですけど、みんなもうノリノリな感じだったんですけど、逆に怖いですね、こういう選手は。そうですね、そしていつその、闘志に火がつくかというところですよね。そうですね。今バックを取られています滝田ジェー太郎、35歳にして格闘技人生初めてのタイトル挑戦、ビッグチャンスが回ってきました。さあ、体勢入れ替えます。うまく向き直りました滝田、しかし押し込んでいきますマルロン・サンドロ。右の脇を刺した状態、ここでストップドントムーブがかかります、さあ、担ぎ上げる。川村さん、この辺りはやはりパワーですかね。そうですね。さあ、ここでなんとか体寝ないで打たさないようにして展開作りたいんですけど、そうですね、
まあ、滝田はこれまでシュートやデモリッションなど20戦以上、まあ、実戦を積んできた経験という武器があります。そうですね、こう打たせないようにした方がいいですね、このようにして。しっかりとこの右のパンチもらわないようにしてますね。あと、しかしながら右のパウンド飛んできます。近藤さん、はい、このマドロン・サンドロ、リーチが長いですよね。そうですね、ブラジルの人って本当みんなそんな感じですよね。羨ましいですよね。まあ、そのあたりはもう遺伝子上のものですからね。猪木あり状態、タックル、すごい強烈な突進力です。このあたりパワーでは上回っていますマルロン・サンドロ。川村さん、はい、サンドロはですね、通常はウェルター級の体重77キロあるそうですね。それで落として10キロ以上落としてるか、そういうことなんですね。すごいですね、信じられないですね。ですからこの、まあ、体重差あるいはこのパワーの差というのがですね、それはすごいあると思いますね。当然滝田にはのしかかってきます。あの前田芳郎がバンタム級に転向したことによりまして優位になっています。フェザー級の王座、あっと担ぎ上げる。残り時間1分を切ります。下から蹴り上げ、滝田も動きます。そうですね、コーナー選手で落ち上がった。さあパンチ押し込んでいます。近藤さん、はい、滝田がうまくこれディフェンスしていますけども、やはりこれサンドロの圧力強力ですね。そうですね、でも本当のうまくディフェンスというか力を逃がしているというか、有効打は全然少ないじゃないですかね。あ、そうですね、決定的に危険なところってないですし、なるほど、これを続けたら結構どうなるか分かんないですよ。あとは相手のスタミナが切れてくれればいいんですけどね。そうですね、さあ第1ラウンド残り時間がほとんどありません。バックに回っているマルロン・サンドロ、ここで投げを狙っていくのか、太ももに膝を当てていきます。さあ第1ラウンド残り時間がほとんどない、ここで終了です。第1ラウンドが終了しました。川村さん、はい、両者の動きをご覧になった印象をお願いします。そうですね、サンドロ選手が、前のジェイタロ選手 の、 あの井上選手を下した膝蹴りやりましたよね、あれを見てたのかどうかわからないですが、あまり打撃につけ合わずに、突進して距離を潰してテイクダウンしてという勝ちに来ていますね。もちろんどの試合もそうなんですけど、堅実な戦い方をしているような感じがします。はい、はい、秋田のセコンドには同じ和術研修会東京本部の三岡英二、そして宇野薫の姿が見られます。まあ、ドリームと戦国という2つの大舞台で活躍するこの2人が秋田に対してアドバイスを与えています。セコンドさあこれから試合は第2ラウンドです。セコンドラウンド2、第2代フェザー級キングオブパンクラス決定戦第2ラウンドへと突入しています。第1ラウンドはこのマルロン・サンドロの圧力を滝田がうまくしのぎ切ったという展開でした。さあこのラウンドは一体どんな動きがあるのか。いや近藤さん、今のアッパーも空を切りましたけども恐ろしいですね。そうですね、サンドロは一発の打撃を持っています。一方の滝田にはサンドロにはない経験という最大の武器があります。ロック君、今日はシューズを着用しています。滝田35歳にして初めてのチャンス、初めてのタイトルマッチを迎えました。左右のパンチ、サンドロロースキルで崩します。下になりました、すぐに起き上がる。滝田も相手のこの力というのをうまく逃がす。サンドロのパンチ一瞬にして襲いかかってきます。これは気が抜けません。いや近藤さん、滝田としてもこれ本当に油断できませんよね。そうですね、やっぱりプレッシャー感じると思いますね。こういう選手と対するときっていうのはもうこの気持ちがずっと張り詰めたままで疲れますよ ね、 うすね、選手としては。そうでしょうね、35歳のベテラン川村さん、はい、
まあ、思い返すとですね、はい、前回の大会でも山宮、はい、それからまあ金原といった、はい、ベテランが大活躍を見せましたけども、はい、バックロー勝ち上げる。うわさあここはそうですね、ああいうトリッキーな動きが有効だと思いますね、あの動きでリズムを崩してやるというのは、有効だと思います。今のダメージという面ではいかがですか。いや、多分ないと思うんですよ。やっぱり瞬間的に足が揃ったところに入ったという感じだと思います、なるほど。ストップドントムーブ、試合が再開します。バックを取っているサンドロ、さあ首を取るか、スリーパーバックマントを制しています。スリーパーの体勢、さあどうだ。マルロン・サンドロ、ブラジル・リオデジャネイロからここ東京にやってきました。目的はもちろんキングオブパンクラスの称号です。思えば1993年9月21日理想に燃えた7人のプロレスラーによって産声を上げましたパンクラス。あれから15年の月日が流れて変わっていったものもたくさんあります。しかし変わらないものは完全実力主義ということです。さあどちらの実力が上回るのか、このメインイベント。バックを取っているサンドロ、川村さん、はい、この体勢滝田どうですか。そう簡単には決められないとは思うんですよね、ですのでここは無理をせず逃げ場を探してるって感じですね、でもこれがやっぱり長く続くとどうしても、サンドロのペースになってしまいますので、動きたいところですね。こういう、なんとかここは向き直りたいところですかね。そうですね、これもやっぱうまくコントロールして足の、サンドロ選手のクラッチが、4の字でクラッチしてますので、そうですね、なかなか、周りにもスペースはないのかなという気がします。がっちりと今ご指摘があったようにマルロン・サンドロの両足4の字にフックされています。完全に滝田を捕獲した状態。バックマウントを制している、バックを取っているマルロン・サンドロ、もう一回首を狙っていく。さあどうだ、一本手が入っているのがそこからスリーパー取れないと思うんですか、はい、起き上がりました。この辺り粘り強さを持っています滝田慈太郎。勝負ですね、勝負ですね。35歳の意地、ここで起きろ、ここで起き上がりたいところですか。そう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 、立つ、そう、残り時間1分を切りました。起き上がります、もう一度スタンド勝負、大歓声を送られます。サンドもちょっと警戒してますね、さっきのバックブローの件から、はい、サンドも危険だと思ってるんじゃないですかね。そういう意味でも先ほどのバックブローは効果的だったんですね、はい、右ストレートが入ります。マルロン・サンドロ、今年の3月に手に入れた挑戦権、ようやくベルトを手に入れるチャンスが回ってきました。残り時間30秒を切りました、第2ラウンド、いいですね。ミドル、おっと回転する。いや、川村さん、はい、サンドロもやはり警戒してますね。そうですね、かなり警戒してますね。あとちょっと疲れたんでしょうかね、構えがちょっと変わってきてますね。いやいや前傾になってますか。そうですね、ちょっと 足がつんもめってる感じになりますね、前足ですね。第2ラウンド、ここで終了です。さあ川村さん、はい、この第2ラウンドを振り返ってみてお願いします。いやー、やっぱり面白いですね、格闘技は。もうどうなるかわからない、一寸先は全く読めないですから、はい、これのそういう面白さを見にやっぱり今日お客さんが集まってくれたと思うので、第3ラウンドも何が起こるかわからないものを期待したいです。そうですね、はい、何が起こるかわからない真剣勝負、ファンクラスの15周年記念興行のメインイベントにふさわしい試合になっています。果たして第2代のフェザー級キングオブパンクラス、その栄冠に輝くのはどちらか。こちらは滝田慈太郎の青コーナーサイド、いよいよ試合はファイナルラウンドです。ラウンド3ラストファイナルラウンド始まりました。さあ最後の5分間ローキックを出しました滝田慈太郎、
パンクラス戦績は3勝1敗。35歳にして初めてのタイトル、初めてのこのタイトルマッチを迎えました。さあじりじりと前へ出ていきます。アース力をかけるマルロン・サンドロ、30時間のフライトをかけましてブラジルからやってきました。そうですね、行き詰まる攻防。その点やっぱりブラジルの選手って本当真裏ですからね、それを着て、パンチすごいですよね、その辺りはどんな環境であっても自分の持っている能力を発揮するというですね、そうですね、まあ、メンタル面の強さがないといけませんよね。本当そうだと思います。ワンツー、滝田も下がりません。マルロン・サンドロについては寝技でもスタンドでもとにかく動いてチャンスを作っていきたいと試合前語っていました滝田ジェイ太郎。そうですね、川村さん、まさしくその言葉通りの展開になってますよね。そうですね、あとサンドロ選手のパンチはちょっと大きくなってきているので、細かいパンチを打てば、はい、バックロー、はい、狙ってましたね、今のも可能性はあると思います。なるほど。さあ近藤さん、ファイナルラウンドですけども、はい、両者この試合の鍵を握るのはどのあたりでしょうかね。右、そうですね、もうここまで来たらもう本当やっぱりどっちが頑張ったかってことじゃないですかね。あとは負けない気持ち、負けたくないという気持ちでしょうか。ちょっとなんとなく空気が流れというか、武田選手の方に傾いているような感じがしますね。そうですか、滝田ジェイ太郎、今日は応援する人たちがたくさん会場に駆けつけています。そして総合格闘技を通じて知り合った妻もこの会場に駆けつけているそうです。多くの人から熱い視線を送られている滝田ジェイ太郎、その期待に応えることができるか。息詰まる攻防、スタンドでの打ち合いです。サウスポーに構えている滝田、一方オーソドックス赤のコスチュームがサンドロです。組みついていった、タックルからテイクダウン、バックに回ります。すぐに起き上がった滝田もすぐに反応します。コーナー付近また分かれました。近藤さん、はい、今の滝田の反応を見るとまだスタミナ大丈夫そうですかね。そうですね、スタミナということはもう、まず問題ないと思いますね。すごい集中してますよ、それ以上に集中してるんじゃないですか。そのあたりはやはり経験が作用している部分大きいですかね、近藤さん。それもそうですし、やっぱりその初めてのタイトルマッチってことで、はい、やっぱりこう気合入ってるんじゃないですかね。なるほど、残り時間2分を切りました。さあ最後に笑うのはどっちだ。お互いパンチ、クリーンヒットはありません。膝飛び込んでいきました。火中の栗を拾うように飛び込んでいった滝田ジェイ太郎、バックに回りますマルロン・サンドロ。ストップドントムーブがかかりました。さあ試合再開です。またこの長い手足、雲のようなこの長い手足で絡みついていきますマルロン・サンドロ。しっかりと足は4の字にフックされました。またもや滝田の体を捕獲しました。ボディ、そして側頭部にパンチを放っていきます。近藤さん、はい、サンドロの攻撃としてはこれでいいですか。そうですね、問題ないと思います、はい、一方滝田ですけども、川村さん、はい、残り時間が1分を切りましたが、そうですね、このあのバックの対応とかもいつも研修会で練習してって慣れてると思うんですけど、ここはもう、動きたいですね。しのぐんではなくて、はい、自分から動いてエスケープして攻めるということをしないと残り1分ですから、なんとかここ動いてほしいところです。そうですね、まあ、この後ろから見えないところにですね、サンドロの顔面にパンチを叩き込んでいるんですけども、なかなかでも動けないんですよね、4の字にこう食らってされると。あ、そうですか。残り時間30秒を切りました。滝田の目は死んでいません。残り時間30秒を切っている。もうほとんど時間がありません。初めて掴んだこのタイトルマッチ、そしてパンクラスの15周年記念興行のメインイベント、さあ残る時間がありません。このまま試合終了のゴングを聞いてしまうのか。さあどうだ。背後に回ったサンドロのパンチ、ここで時間切れ。
試合は判定決着となります。この試合は引き分けのないマストシステムが採用されます。早くも肩車勝ち誇っていますマルロン・サンドロ。自身の判定勝ちを確信しているのか。一方腰に手をやっている滝田ジェイ太郎、こちらは鎮痛な表情です。第2代フェザー級キングオブパンクラスのこのベルト手に入れるのは果たしてどちらか。さあこれから判定が発表となります。勝者は果たしてどちらか。画面向かって左側滝田、右がサンドロ。集計の結果をお知らせいたします。サブレフリー小菅30対30、優勢ポイントマルロン・サンドロ。まずはサンドロ1本です。ジャッジ大藪30対27、赤マルロン・サンドロ。マルロン・サンドロ新王者誕生。30対29、赤マルロン・サンドロ。以上3対0をもちまして勝者マルロン・サンドロ。判定は3対0。ブラジルからやってきましたマルロン・サンドロが新王者、第2代フェザー級キングオブパンクラシストに輝きました。